こんばんは。赤玉ちゃん世界レアユートコンテストへの道、現在注水から2週間ちょっとですね。注水して1週間過ぎてあたりから水草が黄色くなり始めて、現在枯れているもの、溶けてしまったものございます。苔もちょっと出ましたので、大和沼エビ、南沼エビ、ウトシンクルスを投入しました。それがね、2日前ですね。で、水質などを測って公式アドバイザーに診断していただきまして、今日から液肥の添加を始めます。で、これを買ってきました。ADA の液肥クリアウォーター、ソフトウォーター、グリーンゲインプラス、あとはこちらは浄水器に設置する、カチオンフィルターですね。これもね、使うかどうか結構前にもね悩んだんですけど、水道水も測ってみたところ、そこまで思った以上軟水ではなかったので、まあいい方だと思うんですけど、これは水道水を軟水化するもの。水草の成長とかにもいい影響を及ぼす可能性があるということで、こちらも試していこうと思っております。まずは今日はこちらの液肥の添加をしてみましょう。何をどのぐらいっていうのはなかなかね、グリーンゲインを毎日適量20リットルに対して1滴。これ何リットル入るんだ、水槽。これ何リットル入るんだ、水槽。グリーンゲイン、まずはちょっとグリーンゲインをまず貼ってくる。グリーンゲインプラスは海藻由来の植物ホルモンや微量元素、アミノ酸などを主成分に、新芽の成長を促進すると。トリミングや環境の悪化などで水草がストレスを受けた際に添加することで、水草のストレスを緩和して抵抗力を高め、新芽の成長を促進します。で、これはちょっと 7,8 滴ぐらい毎日やってみます。続きまして、藻類増殖の原因となるリン酸を除去し、水の濁りを強力に凝集する添加剤。添加するだけで水が透明になり、藻類の増殖も防ぎます。これを何滴って書いてないの、もうちょっとプッシュしながら様子を見ましょう。続きまして、ソフトウォーター。飼育水の pH を測ってから pH の高い度合いによって添加してくださいだって。 7.5 ならプッシュ。 pH や炭酸塩硬度、pH が高いアルカリ性の水質では水草の成長が阻害されます。ソフトウォーターは水質を弱酸性に改善します。 pH を測ってから 7.5 なら5プッシュ。時間を置いて pH を測り、必要があれば再度添加だって。しょっちゅうそれをやるのは大変だから、これから換水日の間隔が開きますけど、その時に水替え前、水替え後、添加後の測定を数回すれば、今の水質はこんなもんだろうと水草の調子を見ながら分かってくると思います。現実逃避しないためにも、毎日観察するために椅子の位置を変更しました。逃げない。では、今日水替えを夕方したんですけど、4時間以上が経った現在の水質測ってみましょうか。暗い気がするな、家暗いから。私の家が暗すぎて夜の水質チェックが難しいです。pH が 7.5 なら5って書いてあったから、今今ね pH が 8.2 pH が 8.2 って出たので、ちょっと6ぐらいどうやってやるの？ソフトウォーターを6プッシュぐらいしてみましょうかね。せっかくなので初クリアウォーターというのも使ってみましょうか。目に見えてなんか濁りとか消えるみたいなんですけど、まあ、今濁ってる感じはしないけどちょっと変わるかどうか。じゃあ2プッシュぐらいしてみます。でこれは大事な水草の新芽を出すためのお薬なので、まあ、水草が茶色く枯れ始めてますから、なんとか今から復活できるように、これは毎日6ぐらいいってみましょうかね。あ、黒いエビちゃんとオトシン入れて2日になるんですけど、目に見えて緑色の糸状の苔はなくなりました。びっくり。こんなに変わるかなってぐらい。あとガラス面の苔もなくなりました。緑っぽい茶色っぽいガラス面の苔があったんですけど、それはなくなりました。完成の時に今日ちょっとスクレーパーでお掃除は軽くしてますけど、そんなにね頑張ってした感じでもないですから、どっちかっていうと生態くんたちのおかげかなっていう感じ。水槽にやっぱ生き物が入るとなんかこう見たいなっていうか、そういう気持ちになりますね。この生態入る前2日前あたりは水槽の状態も全然良くなかったんで、今も良くないんですけど良くなかったんで、ちょっと目を背けたくなるような、ちょっと諦めたくなるようなちょっと気持ちも若干あったんですけど、現実から目をそらさずに、気泡が結構ついているので、枯れてるとはいえ光合成はしているようですから、ここからね液肥の添加でどう復活してくれるかということで、現在の進捗状況、液肥を添加して、マイナス15ということで一歩前進ですね。そこが一番死んでるかな。あ、そうでもないかな。一番死んでるのここだな。これで液肥を添加し始めて1週間経たないぐらいですかね。液肥添加し始めてから本当に水草が緑色になってきましたね。茶色く枯れた部分が、エビちゃんとか食べてくれたのか少なくなって、で新芽も出てきたので、随分水槽が緑色に鮮やかに見えるようになってきました。ということで今日も液肥入れときましょう。毎日水質測ってから液肥入れてるんですけど、今日は5プッシュでいきましょう。クリアウォーターって水がちょっと濁ってたりとかする時に使うと水がクリアになるみたいなんですけど、綺麗なんでこれはちょっと今日はやめておきます。でそこからさらに1週間が経ちました。茶色く枯れてしまった部分っていうのは、なるべく自分で撤去できるものは撤去したりなんかして、今となっちゃもうほとんどなくなりまして、で生きてる部分の葉っぱから新芽が出てきて、結構ね復活してきました。で特にキューバパールグラスは本当はもっと使いたかったんですけど、結構大部分、半分まではいかないですけど枯れちゃったんで、新たに出てきた新芽をちょっとずつ少しずつかき集めて、しょぼしょぼになってしまったところにもう一回巻き巻きして少し増やす計画をしております。でちょこちょこかき集めた人たちからも新芽が出てきてるので、上々かなと。こんな感じでちょっとねモコモコになってきたんですよね。いいわ、綺麗だな。このモコモコの部分も本当はもうちょっと広くいっぱい使いたかったんですけどね。ということで現在毎日入れてるのが、まずカリウムとあとはアクアコンディショナー、ソフトウォーターと、あとグリーンゲインプラス、この3つは必ず毎日やってます。あとお水がちょっとなんか濁ってるなとかっていう時にはこれを入れてみたりします。クリアウォーター、これ入れるとなんか急にね水槽きれいになるんですよね。今日ちょっとやってみようかな。でこんな感じで、また90センチ水槽、何か変化があれば進捗状況を動画にしたいと思います。では最後に、赤玉ちゃん世界水草レイアウトコンテストへの道、現在完成度は 30%、 マイナス20頃だからね、振り幅。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してアクアリウムを楽しもうということで、また別の動画でお会いしましょう。